城の最深部に近づいてきたので続きやります。今回も引き続きストームビル城を攻略するところからだね。でリフトで上に上がってきたけど、どこに通じてんだこれ。この先、誘い出しが有効だ。強し雑魚敵がいるんですか。さっきからうんちの音はするんだけどね。うわ、なんかキモいのいる。なんだあれ、手足が生えたツボ。敵なのかわかんないけど気持ち悪いからしねえ。おわあ、なんか弾けた。キモい。というか敵対生物なの。おわあ、ツボが攻撃してくんじゃねえよバーカ。まあでも見た目のインパクトだけで弱いね。大人ツボだー。あのツボって成長すんの。誘い出しが有効ってのはこの時のためだったんですね先生。なんか攻撃モーション入ったっぽいから退避するよ。うえ、壁貫通攻撃やめろ。でも一撃で瀕死とかじゃないから安心。うえ、いやちょっと待って、先に戦技当てたんですけど。先駆攻撃中は当たり判定が消失するタイプの人間のクズだね。これは私と同じディフェンスタイプと見た。つまりこの勝負、胸がでかい方が勝つ。うえ、シャンク中は攻撃当たらんのずるくねえ。死んだんじゃないか。弱い。生き壺の破片と生肉団子を手に入れたよ。生き壺の破片は攻略に有用なアイテム作成に必要らしいよ。あんまネタバレ踏みたくないから詳しくは調べてないぜ。だから本当に有用なのかは知らんぜ。てかこの体力で生きてるの私。死にかけのゼミ。殲滅完了。てかこいつら死ぬ時赤い液体撒き散らすけど、中身何が入ってんだろう。いちごジャム？ビンタイプのジャムって捨てるのめんどくさいよね。生き壺って歩いてないやつは敵対しないんだね。ちょっとかわいい。うんち発見。まだバレてないから回り込んで逃げ道を潰すよ。いっさはい、嵐予備を手に入れました。ちっち騎士の剣タイプがやってくる技に似てるやつだね。でこの先に祝福あるけど、感覚的に最新部っぽいね。はっはー、ようやくゴドリックくんの部屋までたどり着いたぜー。悲しほう。ゴドリックにたどり着くまで22パート。正門方向の通路に巨人がいますねー。正門からの正面突破って初見じゃ絶対無理じゃね。ボンファイア。ロストグレイスディスカバード。ちなみにゴドリック戦はまだ寝かせておくよ。早く行けよ。ここの段差乗れそうじゃない。やっぱここ隠し通路じゃん。ほっほん。これで対岸に飛べばいいのね。よし、一発で来れたね。言うほど一発か。この先、敵があるぞ。向こうに鳥がいるね。まあどうせここの存在忘れるからいいや。編集中にここ行ってないことに気づいたね。で道なりに進んだら上に来たね。アイテム確認、進行方向確認、指差し確認。よし、ご安全に。労災よし。よしじゃないが。で道なりに進んでたら盾をゲットしました。物理カット100の大盾だね。まあ筋力を30まで上げる予定はないからポケットの肥やしだ。大盾は全シリーズ通して1回も使ったことないね。なんだこのメッセ。探し物、どうやらこの先にありそうですね。探し物は何ですか。見つけにくいものですか。しかしボロボロだな。ストームビル城、これもミケラの刃ってやつらの仕業なのかな。でこの道なき道を行けばロジェールの探し物が見つかるのかな。な、新しいとこ来たけど、ここって前回見下ろしてた地下の部分じゃない。まずは祝福。うっす。よしよし、これでショートカット開通だね。これで死にまくっても問題ないね。なんだあれ、なんかぶら下がってるけど。キモーい。死んだんじゃないか。弱い。ふむ、ここから伝って降りられそうだね。戦技万歳。あの死体が戦技持ってるのかな。一番下まで降りたけど、この先にロジェールの探し物があるのかな。ネズミがいっぱいいたけど今作でも弱いね。な、うんちのキラキラ音がする。この先スカラベがあるぞ。うんちだー。しかも普通のやつと色違くない。これは普通のやつと違ってレアな戦技もらえんじゃないの。本領予備を手に入れました。な、いっさはいじゃないってことは戦技じゃない。ルツボの騎士と同じでこいつも祈祷なのかー。コメントで突っ込まれてたやつだね。まさかの魔術じゃねえか。こういうのあると動画的には器用貧乏の方がいいのかなって思っちゃう。近接だけだと地味だしね。道なりに最後まで来たけど、絶対ボスじゃねえか。どんなの出てくるかわかんないし、とりあえず装備変えていざ書き込みじゃー。
あれ？何も出てこない？いや揺れてる、おっぱいが揺れちゃう。この先炎が有効だ。おわあ、なんか出てきた。あってもこいつボスじゃないじゃん。なああんた、ボスじゃないなら余裕で倒。おわあ、今の当たるのずるくない？っていうか一撃で体力5割持ってかれましたわ。さすがにこれを強しどこ敵で作るのは無理があるような。失血すんのかわかんないけど失血攻撃を食らえ。ふむ、足元にも対応した攻撃があるのね。お、逃げるのかな？あっぷねー。なんとなく盾を構えたおかげで助かったね。でもめちゃくちゃ強いって感じではなさそう。問題は攻撃力がカスすぎて全然体力減らないってことぐらいかな。ボスじゃないけど明らかに体力はボスなんだね。こいつ失血攻撃効くじゃん。失血効くならフレイルの方が物理ダメ高いし、フレイルの方が良かったかな。フレイルなら戦技で連続攻撃とかできるしな。鍵爪は両手持ちが強いけど、強靭の高いボスとかだとちょっときついね。なんだ？なんかヤバそうだよ。コンボイ司令官が爆発した。あとなんか光り出したけどサイヤ人か。あっこれオシャレエフェクトとかじゃなくてエンチャントだ。物理100の盾なのにダメージ食らったね。見た目的に生属性っぽい。うえ、通常攻撃にも属性ダメージ増えてるんだろうけど、2回食らったら死ぬからあんま関係なさそう。それよりも大爆発攻撃を警戒するべきだね。範囲攻撃系ってローリングでも避けられるのかな。爆発の範囲と広かったし回避できるのなら楽なんだけど。てか、その玉三つ目みたいな尻尾攻撃やめろ。どっちかというとオロミドロかもしれない。なんだかんだ失血2回で体力3割まで削ったけど、回復があと1個しかねえ。敵も失血耐性上がってるだろうし3回目は無理かもね。火に弱いらしいから火油つけたいけどメニュー開く余裕がないよ。中央無尽すぎるだろこいつの攻撃。当たり前のように壁に入るしね。第一なんなんだこの生物。おわー、移動するやつかと思ったら攻撃なんかあーい。やばい逃げられない。爆発攻撃が凶悪すぎるんだが。発生モーション見たらすぐに逃げないとダメだね。頼むからなんか起きてしねえ。死んだんじゃないか。弱い。今度はちゃんと炎炎射して再戦だ。うおうおう、炎炎射が切れる前に殺しきれー。うおうおう、あとちょっとだー。攻撃は最大の防御。引けば老いるぞ、くせば死ぬぞ、叫びはがなわ。今度は回復が4つも残ってるのに4割まで削ったぞ。今さら新しい技を使ったところでもう遅いのだ。これで7回目の挑戦になります。火力不足を感じたから武器をフレイルに変更してるね。そこに炎炎茶を乗せて火力増し増しからね油だ。炎炎茶は効果時間短いから急いで殴るのだ。ちゃんと測ってないけどだいたい1分くらいしか持たない感じ。自分で作成したやつだから短いのかな。通過速行動ばっかで全然攻撃する暇がねえ。戦技狙いだから余計に攻撃できてないね。見えた、月の糸。必殺、あり回し。正直、一発一発の火力は普通に殴った方が強い。まあ失血したらプラマイゼロだから。あっこのモーションはブレスが来る。ちなみにこの攻撃は当たり判定バグってるから首元当たりだと直撃するよ。迷えば破れる。伊達に6回も死んでないぜ。下手に距離取ると直撃して死ぬまで多段とするぜ。だから近づかなれずの距離感で対応するのが正解なんですね。近づきすぎたら自爆攻撃で死ぬぜ。攻撃パターンの撮影部すぎだろうが。いやあ、回復飲んでる時にブレスすなあ。ギリギリ直撃コースは回避できた。ローリングしなかったら即死だったね。とりあえず炎茶切れたから距離取ってかけ直すよ。で、別に一旦落ち着くために距離取ったわけじゃないんだからね。よっしゃ炎茶できたらこっちのもんだぜ。ちなみに尻尾攻撃が怖いので積極的には攻撃しないよ。エッジバス攻撃？今の当たるとか攻撃範囲バグってんだろ。こんだけ広いなら盾で受けた方がいいね。ブレス中は絶好の戦技タイムだ。この負けなしの FP で最後の戦技を決めてやらー。青の聖杯瓶は振り分けでなくしてるからこれが本当に最後だね。炎茶も乗って455ダメも出たよ。死にかけたけどね。あとちょっと、あとちょっと殴れば勝てる。落ち着け、落ち着いてタイミングを測るんだ。やべ、これ自爆だ。逃げろー。こわー。何が起きたのん？どうやら地震の周りだけじゃなくて火柱も発生するみたいだね。いろいろとバグりすぎだろあの技。とりあえずここで焦っちゃダメだ。焦って連打するとすぐ死んじゃう。敵の攻撃の合間に2回くらい殴るのが最適だね。ガードしてても全員と属性食らうけど、まあこれくらいなら誤差だよ誤差。あと数ミリだ。勝てる、勝てるんだ。あってもちょっと場所が悪いから距離取るか。あっちょっとカメラバグった。
危ねえ。ここで死んだらさすがに失踪してしまう。しかもまだ死なないのかよこいつ。あと一発、でも怖いから一旦耐える。最後の一発くれてやるよ。やったー。謎のクソ強し雑魚的、撃破だね。黄金の獅子までもらえちゃった。炎に弱かったり、獅子出したり、セイント属性だったり、あいつ黄金樹由来のなんかなのかな？逃走の時間だ。確かにただの雑魚だし、逃げるのもありだったか。まあせっかく倒したんだし落ち着いて探索しちゃおうか。ひえ。ああ、おうよ、だからこそこの先、裏切りに注意しろ。おうなんですかこれ？めっちゃキモいスルメにしか見えないけど。なんなのこれ、怖いんだけど。よく見たら地中のなんかと繋がってる？そういや地下墓で根っこと人間が融合してる場所あったけど。もしかしてそういう人の慣れの果て、ってこと？障子の傘を手に入れたね。傘ってなんだろ？ぐるぐる先生に聞いちゃおう。傘とは、ヘラモノ、デカモノ。うわ、切ったね。そんなの拾っちゃダメよアセンチュ、ポイしなさいポイ。で説明を見たいんだけどどこにあるんだ？あれ？どうしたの？コントローラーの充電、切れちゃった。戦闘中に切れなくてよかったね。バッテリーが死んでるコントローラーは置いといて。ふむふむ、こいつはタリスマンなんだね。こうした耐性が高まるのか。今のところ出番はなさそうだね。というかし王子ってゴッドウィンのことなんだ。OP で語られてた一番最初に殺されたデミゴッドだね。というわけで今回はここまで。次回は正門ルートの探索だね。ここまでご視聴ありがとうございました。高評価、コメント、うんぬんかんぬんもよろしくな。じゃまたね。